本日はお忙しい中皆さんお越しいただきましてありがとうございます。ただいまからですね、本展、杉浦康平、シンポジウムを、開催させていただきたいと思います。まずはですね、初めに、本学のですね、本展の監修でもありまして本学デザイン情報学科、長澤教授に、お願いしたいと思います。どうも皆さんこんにちは。今日はお忙しいところをたくさんお集めいただきましてありがとうございます。これからシンポジウムを始めさせていただきますが、実際に10月21日に関係者の皆様、それから来賓の皆様を集めまして、オープニングがありました。それ以来この本展はこの展示会場で、毎日キラキラと輝いて、皆さんを魅了していることと思います。この展覧会に関係をして、実際にその奥にある考え方、それから、今回、十分に見ているようでなかなか見えてない部分も含めて先生を、媒介にしてご説明をいただいて、私たちの、日頃考えている思いや、あるいはもう少し聞いてみたいことについて今日は時間を取っていただいて杉浦先生に来ていただいています。この展覧会そのものは、杉浦康平先生が特別監修という形で展覧会場そのものも今先生のある意味においては作品と呼んで、いいという仕掛けになっています。細かいところをずっと見ていきますと様々なところにたくさんの仕掛けがあります。そんな話も、おいおい、先生の話の中には出てくるかと思います。それから本学で、グラフィックデザイン、それからビジュアルコミュニケーションに関係のある、3つの学科を、1つのバックアップという形で考えまして、視覚伝達デザイン学科から寺山雄作先生、それから基礎デザイン学科から原健也先生、そして、デザイン情報から私長澤が、監修という形の、立場を取って、見守り続けて、まいりました。で今日は後からこの我々が3人が加わりまして、先生にまたいろんなお話の引き出しを開けてもらうようにしたいなと思っています。このシンポジウムそのものは 2つの構成になっています。まず先生に、お話をいただきます。おおよそ 4,50 分かかるかと思います。でその後場所を入れ替えまして、さらに今度はディスカッションを交えて会場の皆さんも巻き込んでいろんなお話をというふうに考えております。終了予定時刻おおよそ6時でありますけれども、ぎっしり詰まったコンテンツですので20分や30分の延長は多分しょうがないというふうに私どもも思っておりますので、その部分などうぞご理解をお願いをしたいと思います。それでは本展を作品としても、それから半世紀にわたる膨大なる本、あれもほんの一部でしかありませんが、その、監修をしていただきました杉浦先生をご紹介をいたします。杉浦先生お願いいたします。